では、9時になりましたので、ハッシュタグ24時間つながろう9時からの回、Code for Japanでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。でですね、まず最初に、ツールのご説明をさせていただくんですけれども、こちらのイベントで取り入れているツールが、Code for Nerimaの青木さんにご協力いただいて、Code for Japanのイベントで使わせていただいている UD トークというものになります。で、今、Zoom の中に入っている字幕さんっていう名前の、ユーザーのところを見ていただくと、そのまま字幕を見ていただいたりとか、と日本語のそのまま文字に起こしていただいているもの。あら、矢田貝くん、お願いします。いや、行きますか。矢田貝くん。あ、戻ってきた。はい。あ、戻ってきた。はい、私が消えました。はい、そうです。ました気をつけますね。はい。で、ここからオープニングで、まずシビックテックとか、Code for Japanっていうものについてご紹介させていただいた後に、今日のですね、スピーカー3人からプレゼンテーションをしていただいて、で、その後後半がパネルトークなので、皆さんからご質問いただいたりしながら、みんなでお話ができたらなと思って、最後がクロージングで、私たちの今後の活動だったりとか、あと次の時間のイベントの紹介をさせていただいて、おしまいという時間になります。はい。で、今日のゲストというか、スピーカー3名なんですけれども、1人目が大学で音楽を専攻している渡辺さん。で、2人目が高専生で、エンジニアとして、コミットしていただいている吉澤さん。で、3人目が高校生で、インターンとしても Code for Japan で活躍をしている田貝くん。の3人ですね、をご紹介をさせていただいて、3人にお話しいただく形です。はい。では、話に入る前に、そもそものシビックテックっていうものと、Code for Japanについてご紹介をさせていただきたいんですが、インターネット外交お願いしてもいいですか？はい、じゃあ、説明を始めます。シビックテックとは、市民自身がテクノロジーを活用して課題を解決する取り組みです。で、クラウドファンディングだったり、行政のオープンデータを使った取り組みがあります。で、2009年に Code for America っていう組織が設立してですね、これがシビックテックを世界に広める、まあ、きっかけになったわけなんですが、この Code for America は何かと言いますとですね、ジェニファー・パルカさんによって、2009年から活動が開始して、現在は80を超える地域のアメリカの国内の Code for コミュニティが存在します。で、これから2つほどちょっと Code for America の事例を、活動事例を説明したいと思います。で、1つ目がですね、クリアマイレコードといって、これは、カリフォルニア州で受けた有罪判決を無料で法的に抹消できるっていうサービス で、手続きが10分で終わるっていうのが売りなんですけど、これはその、アメリカってすごい犯罪率が高くて、人口の3分の1が犯罪率持ってるって言われるぐらい高いんですね。で、一回犯罪歴がつくと、出所しても教育も受けられないし、家もないし、職もないっていう感じで、その、生活ができなくなって、で、結局再犯してしまうと。で、再犯率が高くて、で、そういう再犯を、まあ、やめさせようっていう目的で、クリアマイレコードが誕生しました。で、二つ目がですね、ホノルルアンサーズという、まあ、これはもう名前の通り、ホノルル市民のための QA サイトで。で、なんかその質問の範囲がすごい幅広くて、野生の、庭に来た野生のオンドリをどうすればいいかみたいなことから、市内で免許の取得方法とか、そういう真面目なことまで、結構幅広い質問があるんですね。で、こういうなんだろう、カジュアルな QA サイトって、行政だけじゃ絶対作れなかったと思うので、シビックテックの典型例として紹介しました。で、続いて Code for Japan とは、共に考え、共に作るコミュニティで、2013年に設立されました。で、これまでのその市民と行政の関係って、市民が要望とか苦情を出して、行政がそれをサービスで返すっていう仕組みだったんですけど、シビックテック、Code for Japan では、市民と行政が協力して、企業とかも協力してアイデアを出して、データを使って、テクノロジーを使って課題を解決していこうという、取り組みでございます。で、現在、日本国内に、地域ブリゲード、それから Code for Cat、Code for Youth など、地域関係なく活動しているブリゲードは80近くありまして、これはアメリカに迫るぐらい多いです。で、この
各コミュニティっていうのは Code for Japan の傘下っていうわけではなくて、それぞれが独立した機関になっています。で、Code for Japan もまた一つの独立した機関です。で、この Code for Japan と世界をつないでいるのが Code for All というアライアンスで、Code for America とか Code for Brazil など世界中の Code for 何々と、日本をつないでるんですが、別に Code for All の中が Code for 何々という名前の組織だけではなくて、例えばオープンデータコソボとか、オープンナレッジベルギーとか、あとはチナープロジェクトといって、これは、マレーシアの、サービスで、行政に国民の声を届けようっていう、まあ、目的で設立されたプロジェクトで、こういう、まあ、Code for っていう名前がつかないプロジェクトも Code for All の一環として、存在します。で、Code for All は一昨年ですね。一昨年に、グローバルサミットを開催していて、その時には Code for Japan の方も何人か参加していらっしゃいました。はい、ありがとうございます。それでは、シビックテックと Code for Japan の紹介ができたので、次がパネルの3人の紹介をしたいのですが、見えてます？はい、大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。で、3人のご紹介なんですけれども、今回ご紹介するシビックテッカーは3人とも学生ということで、大学で音楽を専攻する傍らエンジニアとして東京都のコロナサイトのプロジェクトに参加をしている、はい、ありがとうございます、渡辺さん、めいそうさんと、あと北海道の高専生で北海道版の開発に携わっていた吉澤さんですね。はい、ありがとうございます。すごい、なんか遊園地がはい、3人目が八田貝さん、高校生のインターンをしている八田貝さん、3人で送り出せます。はい。何の音だろう。大丈夫ですか？さあ、OK です。そしたら、まず1人目はですね、この左から順番に紹介していくので、1人目が渡辺さん、めいそうさんで、シビックテック×オープンソースというタイトルでお話しいただきます。はい、それでは。渡辺さん、よろしくお願いします。はい。タイマーをスタートしていきます。皆さん、こんにちは。おっと、声が。大学生シビックテックエンジニアの渡辺京です。今回はシビックテック×オープンソースと題して、私がシビックテックのどこに興味を抱いたかというのをお話していこうと思います。まずは自己紹介から。今回の目標は30秒。はい、いきます。名前は渡辺京と申します。インターネット上では瞑想ミュージシャンという名義で活動しています。東京芸術大学作曲科2年で Code for Japan のインターンです。そして今回、学生シビックテッカーの称号をついに手に入れることができました。その他ソーシャルメディア系アカウントはこちらです。GitHub スポンサー開設中です。今後期待ということで、はい。ちょっとオーバーしましたね。はい。そして今回のあらすじをご紹介していきましょう。私がまずいかにオープンソースが大好きかという話で、次にシビックテックとの出会い、そしてシビックテックし続ける理由、最後に具体的な活動例をちょっと見ていきたいと思います。これは声入ってますか？大丈夫ですか？入ってます。はい、行きましょう。それでは一番オープンソース大好き人間ということでそもそもこうオープンソースとは皆さんこう何だと思いますか？で、オープンソースっていうのはこう大きく4つ条件がありまして、ソースコード見られるだけでなく、使える、直せる、配れるまで満たせて初めてオープンソースを呼べるようになるというわけなんですが、まあ、そのオープンソースの具体例をまず世界規模から見ていきましょう。例えばこの古き良きネットスケープというブラウザがありましたね。まあ、私はもう実物を見たことはないんですが、実は果たしてこれは過去の栄光に過ぎないのかっていうのはそうじゃないです。実はこれはオープンソース化されて Firefox に輪廻転生してるんですね。で、またもう一つ、こう、Android っていうのが、オープンソースを使って、さらに Android 自身もオープンソースとなっているという、そんなことがあります。で、私の周りでは一体、こう、オープンソースっていうのはどういうふうに、こう、活用されているかというと、まあ、Discord のボットをオープンソースで開発している方っていうのは世界的にも多くて、私も実はその一人です。で、またボットの翻訳にも携わってたりします。で、もう一つ、こう、例を挙げると、こう、ウェブサイトの制作っていうのもオープンソースでやられる。行われていて、まあ、これは東京都のコロナサイトとかがまさしく当たってきます。で、なぜ私はこれほどオープンソースを愛してオープンソースにこだわるのかっていうのは、こう開発手法の違いにヒントがあります。で、一般的なソフトウェアっていうのは、開発者が開発した製品を提供して、ユーザーが利用してフィードバックを送る。で、対してオープンソースのソフトウェアでは、開発者は利用者であり、利用者が開発者でもある。それぞれの知の集合体がソフトウェアとして完成することになります。
で、このような過程でこう技術発展に貢献できるとかという喜び、またその実際のものに触れることで、大きく早く成長できるというのが、2つメリットがあって、これが私がオープンソースの沼にはまらせているというわけになります。さて、次にシビックテックとの出会いについてなんですが、まあ、私のシビックテックの入り口というのは東京都のコロナ対策サイトだったんですけど、果たして出会いは偶然だったと言えるのでしょうか。東京都のコロナサイトというのはオープンソースで開発されていましたので、これはもう出会うしかないという必然的な結果だったと言えます。ということは問題になるのは、こう出会いは出会ったけど、その後ずっと続けているこの理由ということになるんですが、ここで先ほど見てもらったこの一般的なソフトウェアと、オープンソースの違いの図が再度登場します。で、まあ、勘のいい方ならもしかしたらもう気づいている可能性はあるんですが、この図に出てくるユーザーと開発者っていう関係性は、この今、先ほど、矢田貝さんとかが紹介してくださったこのイベント冒頭出てきた市民と行政のあり方、これにすごく共通している部分が実はあるんですね。このように、共に作るという意味で、やはりオープンソースとすごい似ているということで、シビックテックっていうのはこうオープンソース的な新たな発想であるこう抗議の政治参加と言えるのではないかというところに非常に僕は可能性を感じて、自分の中で漠然とやりたかったことがこのオープンソースでやってきたことと結びついてシビックテックという概念ですでに存在していたということに感動しました。ということで、最後にシビックテックで具体的に何をしているかというのを少し紹介したいと思います。例えば私はプログラマーを主にやっているので、コードを書くとか、あとは他の人が書いたコードをチェック、あとはそもそもの開発の方針を議論するということがあります。これは例えばコードを書く例で、ついこの間、8 days ago なんで、1週間ぐらい前に完成したやつですね。これは東京都のコロナサイトで、上の方に、グラフの上の方に出てくるモニタリング指標ってやつですね。まあ、これはサイトをちょっと見ていただければ分かると思うんですけど、実際にこうコードはこういう風になってるみたいな、こういうのを GitHub でやり取りしています。あとはさっき言った他の人が書いたコードチェックというのがあって、まあ、基本的に OK を出したりするんですが、これはこうただ単に OK を出すだけでして、もっとこうしたらいいんじゃないかっていうのを、どんどん言っていくっていうのがやっぱりそのオープンソースの理想かなと思います。あとその開発をどうしていくかっていうのは、やはりそのいろいろな意見が集まるので、それをどうしていくかっていうのもここでやっています。その他にも、まあ、私以外のこう職業というか、こう役割でいうと、ウェブサイトやアプリがこうまずそもそもどういうふうに作る、どういうイメージで作るべきかっていう考える、例えばデザイナーみたいな役割もありますし、できたものをその実際にテストしてもらうとか、他のこう方にも、テストしてもらうっていうのをやってもらう人がいるかなと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これはどうやってもじゃあ、やめ方がわからない。ジョンから共有停止が、うん、赤いボタンが。あ、ありましたね。ちっちゃいですね。はい。はい、OK です。ありがとうございました。で、ですね、皆さんもし質問があれば、全然チャットに書いていただいて大丈夫なので、今までの渡辺さんとか次の吉澤さんとかもし質問があれば、ぜひ気軽にチャットに書いてください。ありがとうございました。じゃあ2人目ですね、吉澤さんのシビックテックに参加してというところでお話をいただきます。よろしくお願いします。はい、シビックテックに参加してということで話させていただきます。ではまず自己紹介からさせていただきます。吉澤太夫と申します。旭川工業高等専門学校の電気情報工学科の4年生、18歳です、はい。シビックテックには今回の新型コロナウイルス対策サイト、まとめサイト、北海道版の方でシビックテックに初参加をしました。で、現在は別なシビックテックプロジェクトにも参加をしています。気になっているものとしては、フラッターとか、あとは WebRTC とかが今はすごい気になっていて、勉強中です。はい。では、今日話させていただく内容です。シビックテックに参加した経緯と理由、参加前に感じていた不安だったり、それに対する回答、そして、実際に参加してどうだったか、どういうふうに思っていたかっていうことを話させていただきます。では、まず、シビックテックに参加した経緯と理由です。はい。まず、家に、外出自粛の影響で家から出かけられないと。で、暇をしていました。はい。そこで、この左側のツイートが流れてきました。は
Next.js が使われていると、引用リツイートだったので、そこに、リポジトリのリンクが貼ってありまして、そこで Next.js が使われているってことが分かって、何か自分も知っている技術だったので、何かお手伝いできるんじゃないかというふうに思いまして、参加をしました。はい。まあ、経緯と理由が似たようなことになっているんですけれども、まず外出自粛のために一日中出かけられなくて暇をしていたと。で、アイキャッチがかっこよくて惹かれたっていうところも大きくありました。で、Next.js という自分がよく知る技術が使われていた。で、4番目としては自分にできることを何かしたかったっていう感じになります。で、次は参加前の不安とその回答ですね。同じ年代の人もいるのかもしれないっていうふうに思って、そことのつながりが少し増えたらいいなと思って参加したんですけれども、社会人の方ばっかりですごい緊張しながら最初の方は開発を行っていました。はい。体育会系でタスクとかめちゃくちゃ振られて大変なのかなと思っていたんですけれども、自分にできることを自分にできる範囲でやるというふうな感じでした。何か自分にできることが本当にあるのかなというふうにちょっと不安に思っていたんですけれども、何かしらいろいろとやることがあるので、何かしらの、ことでコミットできるということが分かりました。はい。では実際に参加してということで、私は学生として参加をしました。学生として参加したんですけれども、気兼ねなく意見を言えて、自分から積極的に関わることができる。ということが分かりました。だけど、同年代の人いないんじゃないのっていうふうに、最初の、前のスライドで言わせていただいて、いなくてちょっと緊張したっていうふうに話させていただいたんですけども、最近は他の地域とかに高校生とか大学生の方が増えていて、Code for Japan のスラックのところにも何人か学生の方が増えてくださって、すごい喋りやすく、いろんな話ができてすごい楽しくやっています。エンジニアの方ばっかりなんじゃないかというふうに思っていたんですけども、エンジニアの方ばっかりじゃなくて、デザイナーの方だったりとか、コードを書けない方もいらっしゃるので、そこの方の意見とかもしっかりと取り入れていけるっていうのはすごい団体だなっていうふうに思いました。はい。では最後に、シビックテックで現在行われているプロジェクト、がこういうふうな感じでいくつかあるんですけれども、これに関してはすべて、どんな方でも参加ができるプロジェクトです。なので、ぜひ皆さん参加してみませんかということで、ぜひ、デザイナーの方もぜひ参加してみてください。はい、以上で終わりになります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。デザイン大事ですね。デザイン大事ですね。はい。じゃあ、2人目の吉澤さんのプレゼンテーションが以上で、次がですね。あれ、やっぱこれ、揃えて。出てますか？今、吉澤さんのとこになってるので、はい、ありがとうございます。はい。高木さんのタイトルは、はい、ゼロから始めるシビックテックですね。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、始めさせていただきます。じゃあ、まずは自己紹介ですね。あたがいです。慶応高校の2年生で Code for Japan のインターンをやってます。で、ハマってることは Firebase と Rebuild FM です。で、今日は、インターンになるまでの経緯と、それから運営に関わって感じたこと、最後に今後やりたいことを紹介します。じゃあまずはインターンになるまでの経緯ですね。で、最初はクオラで、ウイルスで自宅待機の子どもたちのストレス状態はどんな感じですかっていう質問に、まあ、とにかく暇だと、パソコン以外やることがないっていう回答をしたら、135件も高評価をいただいてですね。で、コメントも何件かついて、そのうちの一つが素晴らしい、ぜひシビックテックに参加をっていうのだったんですね。で、普段生活してて、シビックテックっていうワードを聞くことってほとんどなくて、で、その時も何のことかわからなくて、シビックテックって何なんだっていうことになったんですね。で、少し調べてみると、こういうエンガジェットの、コロナウイルス対策サイトの裏側っていう記事が出てきて、で、そこにこのイシューのスクショがあって、これは簡単な文言変更のイシューなんですが、こういうちょっとした変更でも貢献できるって書いてあって、で、もしかしたらこれ俺でもできるかもって思ったんですね。で、
何個か石を投げて、でそこで Code for Japan のスラックグループがあることを知って参加すると。でそこにノートが貼ってあってインターンがあることを知って、でインターンとして今働き始めたというところでございます。で現在は Code for Japan のインターンとしてシビックテックライブ、それからソーシャルハックデーなどのイベントの運営と司会進行をやっております。でその運営に関わって感じたことですね。で、結論から言うとですね、エンジニアってすげえと、あとはデザイナーってすげえっていうことなんですね。でどういうことかっていうと、僕はその中3の冬からプログラミングを始めて、そのままあの付属なんで普通科高校に進学したんですね。普通科高校なんでその友達とプログラミングの話って基本的にしないんですね。で学校の授業も情報の授業もそのワードとかパワポの基本的な使い方みたいな感じで、そのプログラミングの授業っていうのがないんですね。でそうすると自分のレベルがわからないと、比べようがないので、でそうすると俺はできる方だと思ってしまうわけですね。で俺はできる方だと思ったままソーシャルハックデーっていう、まあ、Code for Japan 主催のハッカソンに参加すると、まずエンジニアの仕事がすごい早いと、でその会話が用語だらけでちょっと何言ってるか分かんないと、でデザイナーはデザイナーでなんか30分ぐらいですごいロゴを仕上げてきて、で挙句の果てにはこう同世代の学生がコアメンバーとして開発している。でここでやっとこう、あ、俺ってまだまだなんだなと気づくんですね。ただこのなんだろう、自信を失うのってそんなに悪いことじゃなくて、でこのグラフみたいにですね、素人は自信があるんです。で僕は今までここにいたんですね。でそれがちょっとここに来た。だからこれは本当にいい傾向で、もっとこう自信を失うべきだということなんですね。でそれを踏まえて今後の目標、まあ、今後やりたいことは、ここのさっきのここからもっとこういくと、もっと自信を失おうということです。でこれは何だろう、技術的なことだけじゃなくて、運営とかその司会進行ももっと知識と経験を積んで広い世界を知りたいなっていうのが目標で、もう一つがですね、オフラインイベントに参加したいというのは、これはあの僕が入ってから今までのイベントって全部オンラインなんですね。まあこういう時期なんで、で、まあ、なるべく早くこういうイベント、オフラインイベントを企画して、まあ、運営として参加したいなと思っています。で最後にですね、エンジニアの方、それからデザイナーの方、どちらでもない方も、それから学生の方もですね、ぜひゼロからシビックテック始めてみませんかということで、以上です。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、確かに私と矢田貝くん会ったことないですよね。そうですね、ずっとリモートです。ずっとリモート、もしかしたら存在しないかもしれないですね。はい、ありがとうございます。冗談でいるとは思っています。はい、じゃあ、今回のイベントのテーマが24時間つながろうっていうところなんですけれども、実際に私たち自身もコロナによってある種インターネット上で出会った人たちだったり、出会った活動だったりするので、あの私たちのつながりみたいなところも含めて皆さんにこう質問いただきながらお話ができたらなと思うので、あの参加者の皆さんともつながる機会になれたらなと思うので、あのぜひあの気軽に質問を投げていただけたらなと思っております。で改めてあの話してくれた3人の紹介をもう一度するんですが、最初の1人目が渡辺さん、瞑想さん、2人目が吉澤さん、タイルさん、で3人目が矢田貝さん、コウタさんで、司会というかファシリテッドというかというところで、私竹貞が一緒に入らせていただいて皆さんとお話ができたらなと思っております。で質問に関してなんですけれども、3人ともに聞きたいみたいなことがあれば、もうそのままどんどんチャットに書いていただけたらなと思いますし、もしこの人に聞きたいなみたいなテーマとかがあの個別であれば、1番の渡辺さんにとか2番の吉澤さんにとか3人目の田貝さんにっていうふうに書いていただけたら、あのスムーズに質問をさせていただけるかなと思います。今までのところで質問があるかをちょっと見たいなと思ったんですが、一つ今、田貝さんのところにあったのが、中3から
エンジニアとかプログラミング勉強したみたいなところに結構いろんな方がツッコミを入れて、なんかご両親とかがエンジニアなんですかっていう質問が一個来てるので、ちょっとじゃあそこだけも、いや、はい、全く父親は保険会社で働いてますし、母親も、まあ、パートでどちらもエンジニアではないです。なんかきっかけって何だったの？そうですね、両親は違うんですけど、親族の叔父が2人ともエンジニアで、うん、なんかその親族で会った時にいろいろ話をしてて、うんうん、かっこいいなって思って、なるほど、やり始めました。じゃあ周りに両親じゃなかったけど、そうですね、そういう大人がいていいなみたいな感じだったんですね。ありがとうございます。おじさんは嬉しかろうって来てますはい、こんな感じで皆さん全然ラフに投げていただけたらなと思います。で、ちょっと私も3人に聞きたいこと、さっきお話しした通り私3人ともに会ったこと物理的にはないので、みんなのことも知れたらいいなと思いながら、ちょっと共通でいくつか質問ができたらなと思ってるんですけど、皆さん多分最初はプログラミング勉強してたとか自分で開発してたっていうところから、コロナがきっかけでシビックテックに入ってきてくれたっていう形だと思うんですけど、なんかこう自分で開発していくのとシビックテックのコミュニティの中で開発していくのとどんな違いがあるのかなと思っていて、そうですね、プレゼンの中で言うと多分吉澤さんとかがその話ちょっと触れてた気がするので、その辺も含めてじゃあ吉澤さんから少し教えてもらってもいいですか？はい、自分はいつも、マインクラフトのサーバーのプラグインを開発し、コトリンとか Java で開発をしていて、で、ここの、シビックテックっていうものを知って参加をしたっていう形だったんですけれども、シビックテックと個人開発の違いは、大きいのは多分大人数で開発をするっていうことと、あとは開発が進むのがとても早いっていうところになるかなと思っています。自分が開発してた、個人で開発してた時は多くても 4,5 人でやっていたのが、今の北海道版のコミッターさんだけでも20人ぐらいはいらっしゃるので、すごい大人数での開発になっているなと思っています。で、速度が速いっていうのは、北海道版も60時間ぐらいで出来上がったサイトだったので、そういうところではすごい進みが速いなっていうふうに思いました。人の多さと開発の速さみたいなところって感じですかね？そうですね、じゃあ北海道版の吉澤さんから、じゃあ次は東京版の開発をしてた瞑想さんにも聞いてもいいですか？はい、そうですね、個人開発だとやっぱりこう、個人というか一人というか、数人だとしてもやっぱりこう人が少ないっていうのは、なんだろうな、やっぱそのどれだけすごい人が2人3人いてもやっぱりその技術力っていうのはある程度限られてしまうっていうところは絶対にあって、これが例えばそのさっき出てたその大人数であればあるほどその技術がいっぱい集まるとか、その単純にその作業できる量が多くなるので早くなるっていうのが、大きなシビックテックの強みなのかなと思います。ただその一つこうちょっとなんて言うんだろう、こうそのままやっぱそのそれがデメリットにもなり得て、そのやっぱこういろんな人がでいっぱいこういろんな立場から集まってくるので、こうどうしてもこの考えがいろいろになってしまって、こうちょっと物事の方針を決めるときに少しこのうまく立ち回れる人がやっぱりその行動を書くっていう作業だけじゃなくて、こううまくみんなをまとめるっていう役割の人もいてくれるとすごくいいかなっていうのはあります。じゃあある種プログラムする人だけじゃなくて、いろんなチームでのこう協力が必要みたいなところがより強くなっていくって感じですかね。ありがとうございます。そしたらじゃあ4月末の多分さっき言ってたハックデーっていうイベントが最初のシビックテックだったと思うんですが、やったがいさんはどうですか？はい、僕はなんだろう、いつも個人で開発とかしてるとつい自分の知ってる技術に走っちゃうんですね。だから新しい技術を使わないんですけど、こう集団でというか、シビックテックだともともとあるプロジェクトに僕が入る感じなんで、そこで使ってる技術を学ばなきゃいけないっていう感じで、強制的にこう新しい技術を知れる、あとはちゃんとこうチケット切って役割分担してるとか、そういうのもシビックテックというか
大人数での開発ならではだなと思いました。そうですね。はい。ありがとうございます。あれですもんね。今日このイベント終わったら2人に、ね、別の言語のところを教えてもらうみたいなことが、シビックテックだと起きるみたいな感じですね。うんうん、ありがとうございます。皆さんからの質問を、教えていただけたらなと思うんですが、一つ聞けたのが、誰でも参加できるということですが、なんか学校の友達も誘ってみようとか考えたことが、あ、聞こえる？危ないかな。聞こえます、聞こえます、です。ちょっと危ない。止まってる。学校の、あ、画像が止まってる。学校の画像は止まっていいです。あの顔です、ね。顔が。あ、でもちょっと動いた。あ、直った。学校の友達を誘ってみようとか考えたことはありますか？シビックテックが部活動みたいな感じだと面白いなと思いました。放課後あのリポジトリに集合なみたいなって来てるんですけど、あ、皆さん多分北海道と東京都みたいな感じで全然別々のところから今回は集まっていただいてるんですが、なんか身近な友達を誘ったりみたいなこととかってあったりしますか？僕はないです、ね。まずそのプログラミングをやってる友達がいないんで。そうか、確かにね。さっき言ってましたもんね。確かに。誘えないですね。むしろここで作るみたいな感じが。そうです。そしたら多分自分ぐらいかな。そうですね。周りにプログラミングをしている人がいるとしたら。いっぱい。なるほど。いっぱいいるとすれば自分ぐらいなんですけど、なんだろう。ツイッターで言ったら、興味を持ってくれて、やってみたいんだよねって声かけてくれることはあるんですけど、うん、だけど、そんなに自分プログラミング得意じゃないしなーっつって、いや、遠慮して入ってきてくれないんですけど、なので、部活動的なことにはちょっと今のところはなっていないんですけど、うん、なんだろうな、誘ってみたら面白そうだなとは思います。うん、じゃあ、あとは、誘った後最初にどういうふうに、怖がらず来てもらうかみたいな。そうですね。確かに、なんで怖いんだろう。でも、志田さんの話にもありましたよね。うん。大人ばっかっていうのはやっぱ怖いんじゃないですか。なるほど。じゃあ、若い人を増やさないといけないですね。あと、そうですね。ちょっとシビックテックから外れちゃうのはあるんですけど、僕が高校の時には、まあ、僕の個人の話なんですけど、こう、ウィキペディア、うんっていうのは、ある意味このし、やっぱりこう知識を集める場所という点では、まあ、若干こうシビックテックに近いところはあるんですけど、シビックテックじゃない、ウィキペディアを書く部活みたいなのを作る計画をしてたことがあります。ウィキペディア愛好会みたいな感じで、高校で。まあ、ただ、ちょっとあんまり本気じゃなかったんだっていうのと、あと活動場所がやっぱり学校じゃなくてインターネット上なので、まあ、その辺がちょっとこう規約に引っかかったりとかはあったんですけど。まあ、ただそういう感じで、まあ、やろうとしてたことはまあなくはないかなって感じなんですけど、やっぱりこうちょっとハードルが高いというか、賛同できる人がいればって感じですね。あと Y ちゃんが技術力高い人たちがいるのが怖いのかもって。めっちゃわかる。わかる。なんかこういろんなグラデーションで多分いらっしゃるけど、すごい人が見えちゃいがちだから、そうフィーチャーされて出てるんで、そうですね、メディアとかに。確かにちょっと知り合いしたとこはありますね。私とかもうできないもんっていうなんか前提で入っていくしかなかったから良いけどって感じです。確かに確かに。ありがとうございます。あとはそうですね、豊井さんに中3でプログラミング勉強されたとのことですが、独学ですかっていう質問があります、うん、はい、スクールですね。最初は、最初、まあ今もまだスクール通ってるんですけど、まあ、ただ最初はやっぱわけわからずこうカリキュラム進めてるだけで、やっぱ途中で何か作ってみたいって思ってからだいぶいろいろ自分でやるようになったんで、最初はやっぱスクールで勉強してました、うん、ちなみにそのスクールっていうのはさっきのおじさんの影響で始めたのか、なんかなんだろう、どうやって知ったとかどうやって入ったとかありますか？おじさんの影響で、まあ、そのとりあえずスクールを探し始めてます。そこから
いろいろ探して、まあ、なんかもう有名なスクールが結構なく埋まっちゃってて、だから結構あんまり有名じゃないとこ入ったんですけど、まあいろいろ親切ですごい役に立ってます。そっか、人気なんですね。じゃあ今中高生の中でプログラミングでしょうね。多分結構人気だと思います。なるほど、かっこいいですよ、来たら。そうだね、そうだ。ちなみにメイソーさんは独学ですか？あ、僕は独学ですね、100%。なんだろう。一時期っていうか、多分今も流行ってると思うんですけど、Excel でゲームを作るっていう、なんかすごいニッチな界隈がありまして、まあ、なんかのダース・ベイダーゲームみたいなのがあったりするんですけど、それが結構、なんか僕、小5の時になんかそれになぜか出会って、なんかそこからこう、プログラミングに入ってったっていうのが実はあるんですけど、それで、だから、エクセルでゲームを作るっていうのがすごいやりたいっていうか、なぜかゲームをすごい作りたいっていう、なんかその謎の意欲だけあって、なんかその C シャープのゲームの本とか買ったんですけど、ゲームを作るっていうのは、単純に、やっぱこのプログラミングだけじゃなくて、絵を描くとかがすごい必要で、僕はそれが結局面倒くさくてやりたくなかったんで、結局ゲームを作るというその野望は頓挫してしまってあるんですけど、それがこう元になって、後々こう今に至るときにこうプログラミングをちょっと勉強してたっていうのがなんか後々生かされてくるっていう、そんな感じになってます。はい、強い。なるほど強いですね。強い11歳の入り口だもんしかも11歳がエクセルでゲーム作ることにどうやって出会うのか私はイメージがつかない。僕もそれは覚えてないですね。なんか、どうしたんですかね。まあ、多分遊んでたんだと思います。あ、なんか多分マクロを作ってて、なんか自動化するときに。だからマクロを作るってどう強いって。なんですかね。それは覚えてないですね。11歳でマクロを作る。怖っ。何かやってたんでしょうね。マクロ作れない。マクロ作れない40代、50代いっぱい。まあ、またちょっと難しいと思いますよ、あれは。えぐいな。あれはあれで難しいですね。難しいと思います。すごいな。ちょっと待ってくださいね。質問がいっぱい。ありがとうございます。ごめん、ちょっとマクロの話も続きで聞きたいんですけど、ちょっと一旦一つ私が取り上げたいのが、取りまとめ、シビックテックのプロジェクトをチームで動かすときの話なんですけど、取りまとめの人がいたとしてもメンバー間で合意形成ができずに分裂したりすることってないんですかっていう質問が、これは多分みんなかなと思うんですけど、メイソーさんとか多分大きい東京都のね、ところとかにいたと思うんですけど、分裂とか合意形成の難しさみたいなってありますか？そうですね、合意形成。まあ結構その、東京の方でコーディングの話で結構その分裂すごい決裂されるってことは今のところはないんですけど、やっぱりその例えば細かいところで、その書き方のそのなんて言うんだろう、国性の違いというか文化の違いというか、なんかその早くやりたい人と綺麗に書きたい人の違いっていうのはあって、まあこれはこう分裂というよりはこういろいろ意見を出してくれるって感じなので、今のところうまい方向にはいっていると思うんですけど、まあ、東京版の場合は行動原則っていうのがあって、結構それを一応みんな理解するというのが前提にはなってるので、こうお互いを尊重するというか、まあ、例えばなんていうんだろう、なんかこう罵声を浴びせるとか罵り合いにはならないようにっていうのがもともと決まっているので、なんか結構それによってこうなんとかっていうとちょっと表現があれなんですけど、そのうまく分裂しないようになってるかなっていう感じはあります。ありがとうございます。じゃあ、ちっちゃい書き方のちょっと違いみたいなこととかはあっても、なんか基本的に行動規約が前提にあるから、なんか大きなことが起きたりはあんまりしないかなっていう感じですかね。という印象ですかね。まあ、もしかしたら僕気づいてないところがあったのかもしれない。あるかもしれない。そうですね。あれは、メイソーさんも触れた中ではなかったかなっていう感じですかね。まあ、特になんか分裂という認識にはならなかったですね、僕の中では。うんうんうん、吉澤さんはさっきの話だと60時間みたいな、なんかすごい多分勢いですごい人数が集まってたんですけど、そこはなんか、ある種コロナ系だと急がなきゃみたいなとことか、正確じゃなきゃみたいないろんな難しさがあったと思うんですけど、なんかそういうとことかどうですか？
60時間って言ってもあれですよ、東京都のやつをフォークして作っているので、厳密に言えば多分東京都さんのやつがあるので、多分本当に一から作ったら60時間では済んでないんですけど、なんだろうな、コロナの情報に関して言えば、正確性もすごい重要ですし、速度もすごい重要だと思うので、うん、どうやってできるだけ更新を早くするか、どうやって自分の手を使わずに更新するかっていうのは、すごい大事にしたかなっていうふうには思いますね。うん、ネタガイさんはじゃあ、ハックデーを多分数回運営側で見てきたと思うんですが、実際なんか皆さんの動きとか関わり方見ててどうですか？まあ、なんだろう。そんなにまあ、小学生じゃないんで、言い合いで騒いだりとかはそりゃしないでしょうけど、まあ、その細かい、なんか、これはこうなんだ、いや違うみたいな言い合いはむしろないと困ると思うんで、うんうんうん、それはなんか、なんだろう、衝突ではないですよね。それはあってしかるべきものなんで。うんうん、確かになんかこう、意見を言い合うみたいなことはあるけど、なんかその分裂衝突みたいな、ね、衝突分裂みたいなところに至るっていうのはあんまりない、あんまりとかないかな、確かに印象はありますね。みんな割と喋る。やっぱりそのプロジェクト単位で結構こう人がなんていうんだろ う, こう例えば会社とかだとこうやっぱり属人的というかなんかこうプロジェクトに人が集まるというよりは人がすでに集まっているって感じなのでこうやっぱこう流行戦争みたいなちょっとキノコとタケノキノコの酒の子みたいなのが起こるんですけどもうなんかシビックテックの場合ってプロジェクト単位で人が集まるのでこう一応そのプロジェクトで何がやりたいっていうのはみんな共通、まあすごいあの雑に言うとそのプロジェクトにもともとあんまり賛同しない人ってこう、基本的に参加しないっていう選択肢も取れるので、そうするとこうなんか理念が基本的に共通の状態でみんな集まれるって感じなので、こうなんか分裂にはならないかなっていう気はします。でもあくまで気がするだけかなっていう感じです。確かになんかこう誰かにお願いされて動いてるというよりかは自分がやりたいことに入ってるっていう感覚がみんな強いっていうのはなんかそもそもあるのは一個強いのかもしれないですね。ありがとうございます。で、瞑想さんに質問が来てて、あ、ごめんなさい。あ、で大丈夫です。ウィキペディアとか含めマクロとかも含め知識の幅が深いなっていうふうに来てるんですけど、なんか確かに音楽の専攻、私もなんか音楽の専攻って私途中まで知らなくて結構びっくりしたっていうのがあるんですけど、なんかこういつもどんな風に勉強してるんですかって。あ、まあこれはまあ諸説あってあの何諸説あのいやこれは諸説あるんですよ。実はあの一つはまあ音楽については詳しくないんで音楽を専攻してるって言っていいか分かんないっていうのはあるんですけど、あとはもう一個は、まあちょっと、その質問の回答にならないので、これははしょるか。そうですね、ウィキペディアとか、マクロに関しては単純にその、さっきチャット書いたんですけど、あのツールバーにあったから、多分それを調べ始めたっていう、マクロってなんだみたいなね、あの単純な好奇心だと思うんですけど、ウィキペディアとかになんでこう興味があるかっていうのは、やっぱりそのシビックテックというか、オープンソースというか、なんかこう、みんなでやっていくっていうのが、僕はすごい好きで、なんだろう、あんまりこう、これは僕の個人の話なんですけど、こう権利でこう独占するっていうのがあんまり好きじゃないですか、あの理念的には。そのやっぱりこう経済的とかには必要だと思うんですけど、で結構僕のツイッターとかを見ると、なんて著作権じゃなくてクリエイティブコモンズしろみたいな、なんかちょっと過激なことも言ってたりするんですけど、やっぱりこう、なんかこう、やっぱりこう、ちょっとなんか理想論にはなっちゃうんですけど、こうコモンズというか、こう人類共通のために何かするみたいな、そういうのが僕はすごい好きなので、シビックテックのこうオープンソースとか、ウィキペディアも結構そういう、一応そういう理念でやってるプロジェクトなので、興味があって、あと個人的になんかドキュメントっていうか、機械の取扱説明書は一から読むタイプなんで、なんかヘルプは最初から読むみたいな、そんな。それは僕の個人的な癖だと思います。はい。ありがとうございます。面白い。はい。あともう一つ質問が来ていて、ちょっとこれ私読むのが若干心が痛いんですけど、取りまとめ役ってどんな人が担ってましたか？それとも特にいませんでしたか？っていうのと、どんな経緯で取りまとめ役が決まりましたか？っていうのと、
その人がどんな動きで取りまとめのつもりになってましたかっていう質問があるので一旦私ミュートにするんでちょっと気合いに喋ってもらっていい。つぼ、つぼか。あ、どうぞ、喋りたいことがあれば。全然ない。どうぞ。わかんない。全然ないは問題な気がする。全然ないわよ。取りまとめ役はどんな人かなって、になっていましたか。どんな人がになっていましたか。多分、初期メンバーの誰かじゃないですかね。まあ、そう。最初からいた人の方が。それは結構、実はさ、なんか、心理に近くて、結構こう、うん、シビックテックのプロジェクトは、ハッカソンとかで立ち上がることが多い、うん、ハッカソンっていうのは、まあ、こうそのプログラミング技術大会みたいなのがこう結構あるんですけど、それでこうプロジェクトを立ち上げた人がそのままこう先頭に立ってやっていくっていうのが割と、まあ、取りまとめ役みたいな感じの概念に近いかなっていう感じなんですけど、それも結構その人がこうリーダーでその人の言うことは絶対と か, なんかそういう感じではなくて、なんかこの、まあ、その人、まあ、確かにその人の言うやりたいことが一番強いので、その結構みんなその人に合わせるっていう場合もなくはないんですけど、まあなんかこう上についていくという概念がもともとない、やっぱりその共に作るなので、その誰かにこう誰かのためにやるって何て言うんだろうな、まあ、その共に作るっていうのはやっぱり自分こうフラットな権限がフラットな状態っていうのが結構大きいと思うので、あまりこうリーダーというイメージではあまりないんじゃないかなという、その点で言うとこう取りまとめ役がいるのかどうかっていうところもちょっと微妙な概念にはなってくるんですけど、ならずしもトップダウンなわけじゃないですか。そんな感じですか。こういう方向でやった方がいいんじゃないみたいなことを最終的に出してくれる人はいても、そうっすって、なんかこうしようぜっていう人はいないかもしれない。鶴の一声で決めるみたいなのない。そうですね。あとはまあもしこうなんか理念がこう2つに分かれちゃった場合っていうのは、やっぱりオープンソースの強みで、そのままこう分裂して同じコード的には同じものを使っててもこう分裂して使うことができるので、こうなんかまあ言い方悪いけど、争うなら別にこう別でやった方がいいみたいな、こう争う必要がないというか、その別のプロジェクトとして歩み始めるっていう選択肢が容易に取れるっていうのが、こうやっぱ権利関係的にもそうなので、そういう考えるとこう誰でも取りまとめ役にもなれるしっていう感じかなっていう、まあ、ちょっとうまくまとまらないですけど、そんな感じかなっていう感じ。はい、ありがとうございます。確かになんかその取りまとめ役っていう役みたいなのって多分一人ではないし、なんかその役割によって誰が一番こう意思があってみんなで喋るときにこうまとめるかみたいなのも全然変わるし、なんか個人的に多分プロジェクトの規模が大きくなった段階で人がそこが変わったりしてもいいのかなっていうところは思ったりはするので、そういう意味で言うとあんまりこう取りまとめ役みたいなのってあんまり一人この人じゃなきゃとかこの人がやったら決まるみたいなのはそもそも起きないかなっていうのはあるかもしれないですね。そろそろしまいにしなければならない。そうですね。きっと3人はこのまま、ね、開発をしていくんだと思うので。そう。また皆さん、このまま興味があれば私たちのスラックに来ていただければと。なんかシビックテック的なこうプログラミングスクールというか勉強会みたいなのでもいいですよね。今やっぱこうスクール。確かに。実際の作業っていうのが大きいんで、なんかこう、もうちょっとこう、プログラミングの教育に、教育っていうかなんか、入門みたいなのがあっても、あ、じゃあ共に作るから外れちゃう。しながらみたいな。確かに。じゃあ、そう、面白いかなっていう気は。みんなで考えましょうか。そうですね。考えることが増えてる。そうね、考えることとやることがこうやって増えていくのが私たち。関さんもいいですね。で、やったやってくれるって。みんなでやるんですよ、共に作るなんて。共に作るなんて。みんなでやる感じです。はい、やりたい。はい。はい、でですね、多分それはまた皆さんに告知していくと思うんですけど、すでに決まっているイベントをいくつか紹介させていただいて、最後にしようかなと思います。で、今日もちょっとシビックテックライブ風ではあったんですが、
シビックテックライブっていうのが、もともと奇数月開催、2ヶ月1回やっていて、アフターコロナというか、ウィズコロナというか、3月以降はほぼ毎月やってるんですけれども、こんな感じで皆さんと一緒にお話をして、なんかこう、こんなことできたらいいなとか、こんなことやりたいなみたいな、まさしくさっき話してたみたいな、じゃあ入門編やろうみたいな感じで、こうみんなと話しながら次の動きをやっていく、入り口にするっていうのを、シビックテックライブっていうのをやっています。で、これが、次が6月16なので、もしよかったらまた遊びに来てください。で、さっきの話に出てたので、じゃあ、高井くん、ソーシャルハックデーについて紹介いただいてもいいですか？なるほど。ソーシャルハックデーは、誰でも参加できるワンデーハッカソンを、まあ、隔月で開催、最近は毎月開催してますね。で、プロジェクトを、それぞれ、持ち込みたい人が持ち込んで、それに参加者が参加して手を動かして作るっていう感じで、オフラインの時は複数の拠点でリモートでつないで作業をしていたり、あとはまあプロジェクト参加者が、まあ、さっきこれ言ったか、参加者が興味を持ったプロジェクトに参加すると、でランチとかを挟んだりしながら議論開発をしていくという感じです。はい、ありがとうございます。これは ちょっと補足してもいいですか？どうぞどうぞ。このプロジェクト持ち込みなんですけど、こう参加するからには絶対持ち込まなきゃいけないっていうわけでもなくて、極端なことを言えば何にも考えない状態でその日そのまま参加して、そこにあるものに参加するっていうのでも全然大丈夫なので、結構そういうふうに楽しんでる方もハッカソンっていうのは多いかなって思うので、うん、もうなんかやりたいことがなきゃ参加できないというよりは、そこにあるなんかいいものがあったら参加するっていうのも全然大丈夫なので、うんうん、ぜひみんな来てくださいということで、はい、台本にないことを言いました。大丈夫です。これも全部アドリブで。あとなんかそもそも1個のプロジェクトに突っ込んだらもうそこにいなきゃいけないとかもなくて、なんかこっち行ったり、うん、あっち行ったりとかもできるような、すごい緩やかなコミュニティなので、ぜひフラッと遊びに来ていただけたらなと思います。これは27日の土曜日ですね、今度やる予定です。であとは、さっきオフラインで会いたいみたいな、オフラインで会ったことないみたいな話をしましたが、こんな風に年1回ですね、みんなで集まるっていうのもやっていて、今のところだと今回は愛知でできたらいいなと思って今準備をしているような段階だったりします。で、あと、ハックデーの海外連携版みたいなところで、今まで沖縄とか台南でやってたんですけれども、ちょっとアジアの各地のコードフォーコミュニティと一緒にソーシャルハックデーみたいな形でやる。もともとハックデーも、ガブゼロのハッカソンからインスパイアされてやっているものなので、そのみんなと一緒にやるみたいなのもあります。でですね、ちょっと駆け足になってしまったんですけれども、ここまでで、コードフォージャパン初めてのシビックテックテクノロジーで私たちができることはおしまいとさせていただいて、次のところの紹介をしたいんですが、少々お待ちくださいね。ちなみにこれは Code for Japan の PTX なので、皆さんもしよかったらポチッとなっていうのを押しておいていただけたらなと思います。ちゃんと次のイベントを告知するので、少々お待ちくださいね。で、こっちは今私たちの PTX なんですけれども、次の時間帯は、はい、私もすごいこれ気になっていて、24時間24コミュニティがつなぐオンラインイベント、このまままだまだ続いていきます。で、次のプログラムがオンライン×探究という新しい教育の形というタイトルで、探究という新しい教育とオンラインとの融合を図って急成長を遂げている探究学者さんの代表の小月さんと PTX の藤田さんがお話をされるイベントが次の10時からイベントとなります。で、こちらの画像にある QR コードを読み取っていただいて、そのまま次の参加をしていただくことができるので、ぜひご参加くださいというところで、すいません、ギリギリになってしまいました。おー、死に押して、すいません、ついついちょっとマクロの話が気になって、マクロで盛り上がってマクロ勉強会するべきですね。じゃあ確かに、マクロと VBA は違うみたいな、ちょっと宗教戦争でした。全然わかんない。なんか、ウィキペディアとかオープンストリートマップの概念をなんかみんなで話すっていうな。Google のものを一切使わずに1週間生きるみたいな人やってる人もいます、ね。ああ、やった。Amazon やめて、Facebook やめてみたいな感じで。
順番にやってた。AWS へのアクセスをやめるみたいな。やってる方いましたね。閉めなきゃですね。閉めなきゃですね。閉めなきゃ。ここもう終わったので、イベント続いて。皆さん、ありがとうございます。で、改めまして質問いただいたりとか、コメントいただいた皆さんと、そういった時間いただいた皆さんと、で、共に作るってところと共に考えるっていうところが、そのコンセプトもあるので、ぜひお気軽にご参加いただいたり、ご意見いただいたりしながら、皆さんと一緒に、ご社会でいろんなものが作っていけたなと思いますので、もしご興味あれば、引き続き遊びに来てください。はい、本日お時間だけありがとうございました。そしてゲストの3人、ゲストのスピーカーの3人、はい、ありがとうございました。はい。で、この後、私たちは、世田谷くんの環境構築に移っていくんですが、イベント自体はこの後、探究学者さんのイベントがあるので、皆さん、ぜひ、はい。ちょっと教育に興味がある私たちのプロジェクトとしてはもはや次も聞きたいんですけれども、はい、皆さんも一緒に遊びに来ていただけたらなと思います。ありがとうございました。